シーズンダブルで浮上のきっかけをつかむか岩手、雪辱を果たし昇格圏へ突入か FC 大阪。 J3 第26節岩手対 FC 大阪、キックオフのホイッスルが改めて今なりました。この両チームは特に前半固い守備力を誇っています。さあここは久保がボールを持っていて、きつい前を見て右足振り抜いた、決まった、思い切って振り抜いた右足、おたけり上げます。きつい高弘、2試合連続、この2試合で3点目、一瞬の隙、ボールを奪って久保、島田の後ろわずかなスペース、ここで思い切ってきついが右足振り抜きました。 FC 大阪が先制、自分の前にスペースが空いたその瞬間を見逃しませんでした。こちらも代わって入った佐藤が追いかけます。プレッシャーをかけます。競り合ったボール、チャンスになる FC 大阪、左足のクロスを入れて右足合わせた、 FC 大阪2点目、決めたのは田中、左からの崩し、鮮やかな攻撃、田中は2試合ぶり今シーズン3点目。ここは低いボールで一気に決めました。左からクロス、ここは完璧な位置にクロスを入れていきました。斉藤がヘディングでつなぐ、そして代わって入ったばかりの戸根、完璧なアシスト。田中もドンピシャのタイミングで走り込んでいました。 J1、J2、J3、JFL、地域リーグ、あらゆるカテゴリーを経験の日高、そしてその日高を起点にしたボールがネットに吸い込まれました。FC 大阪3点目、やはり強いこのセットプレー、ピンポイントのクロス、難しい体勢、立野が合わせていきました。 FC 大阪、藤村に預けます。藤村の低いクロス、ヘディングシュート、右ポスト直撃、後ろから飛び込んできました、西大吾です。こちらは途中出場黒木健吾、185センチ、この高さも FC 大阪の固い固い守りに貢献します。